みなさんこんにちは、加賀忍軍コスプレイヤーの大河桃と、同じく加賀忍軍コスプレイヤーの日野木美美子です。よろしくお願いします。はい、では今日はですね、はい、折り紙で変形手裏剣を作ろうと思います。折り紙得意ですか？折り紙は結構私手先が器用なので得意な方だと思います。期待ないですね。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、頑張っていきましょう。いくぞ、花ちゃん。ではそれでは、はい、まずは普通の手裏剣を折っていこうと思います。はい、すごいいっぱい柄ありますね。かわいい。組み合わせは自由なのでどれにしようかな。どれにしようかな。じゃあ私はこの手元にある花火と水玉にしようかな。うん、これにします、うん。じゃあ私は四角手裏剣だから手裏剣柄にしよう。かわいいかも。オレンジと青、ちょっとパキッとした感じで。はい。それで作ります。折ったことありますか？いつ最後だったの？多分中学生ぐらいの時に折ったかなぐらいの記憶しかないです。いや、本当同じくで、ね、全く折り方を忘れてしまったんですが、ね、なかなか思い出しながら折っていこうと思います。いきます。まずは半分に折ります。同時進行でね、あ、そうだね、進めていきたいな。でこれね、丁寧さが出るからね。やばいやばい。ちょっと端っこをね、綺麗に折っていこうね。これもね、修行の成果が出るかもしれないので、はい、はい、まずはこうやって折りました。折りました、はい。で次は開いて、また半分、また半分中央に、なるほど、こういう感じか。あ、なんとなくちょっと思い出してきたかもしれない。あ、こんな感じだったかもしれない。幼少期を思い出しますね。懐かしい。なるほど。これをこう折ります。はいはい。細いのが2本できました。細いの2本で、これを三角に折る。三角に折る。で、こっちは反対に三角に折る。三角。なるほど。三角。こうですね。はいはいはい。で、もう一個は同じくですかね。しかし、意外と手裏剣難しい。全然何も見なくても昔折れたの。こうかな？じゃあ、これもこうかな？で、これを、あ、なるほど。で、これも逆かな？こうか。よいしょよいしょ。今のところ綺麗に折れてる気がする。気がするぞ。はい、じゃあこの左右非対称のものが2つできました。これをちっちゃい三角をまた作るんですかね。あ、でこれ真ん中に折ればいいんですか、ね、そう、真ん中に印つけておいても、真ん中に折ります。そして、あ、でもこれ印つけなくてもここがぴったり合えばいいのかな、こうやって。あ、なるほど。すればいいのか、これを。なるほど。で、さあ、で、これ反対側かな。これを反対側かな。あー、見えてきたのでは。見えてきたんじゃない？どうですか？じゃん。おおおお。感じ。いい感じ。これ懐かしい。これ思い出した。こんな形だった、確かに。あ、あの頃はたくさん作ったのに意外と忘れちゃうもんだ。お、すごい形がいい感じになってきた。みゆこちゃん調子はどうですか？調子いい感じ。いいですよ。いい感じ。よいしょ。お、いいですね。うまくいきました。かわいい。じゃあ、私もできました。はい、じゃあ、この2つのものを、ここにして、これを重ねる。そして、
重ねてこれを中に入れる。難しい。これをなかなか難しいんですけど最後これね、これを境目にこう入れるの。入れる。あ、こうかな。そう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 。え、難しいなあ。あー、なるほど。さあ、こっちも反対に入れていくのかな。え、楽しい。あ、楽しいかもこれ楽しい。あ、楽しいけど難しい。よいしょ。あ、できたー。できたー。できましたー。完成でーす。ちょっと不格好にはなってしまったけど、かわいいすごいかわいいカラフルな手裏剣ができました。意外と難しかったですね。いや、意外と大人になってからやると、結構難しい。なかなか難易度高いのに、なんか小さい頃はよく作ってたなって思いました。はなちゃん、はい、では続いては折り紙の手裏剣の上級を折っていきたいと思います。すごい、上級とかあるんですねあるみたいです。楽しみですね。では作っていきましょうか。いくぞ。ハサミで切るらしいですね。じゃん。まずこの大きいいつものものを折る、これをちょっと4つに折る。切っていきます。ちょっと折りますね。これ結構器用さが出てきますね。切るという作業が。確かにこれまっすぐ切らないと次の折り紙に影響が出てきちゃう。タイガモモは手で切りたいと思います味ですね。味を出していこうと。もう1枚同じ。もう1枚も同じ。じゃあ2枚ちっちゃいのを作るという。なるほどなるほど。すごいちっちゃい折り紙がいっぱい。かわいい。でもなんか考えてみたら今までなんか簡単な折り紙しか折ったことないから、なんか上級編折り紙、なんかチューリップとかハートとかね。ねえ、あ、ハートよく折ったな。懐かしい。はい、はい、そしたらでは続いては白い面を上にして真ん中と縦を折る。ちっちゃい。気合い入れていいですか手袋外していいですかね確かに、どうしようどうしよう。ちょっと気合い入れます。本気モードでいきましょう。モードで。こうして、こうして、こうして、で、また開く。で、縦横かな。で、縦横。折り目をつけていくぞ。はい、できました、はい、じゃあ、これで中心で、ふんふんふん。あ、なるほどね。はいはいはい、折ります、折ります。なるほど。ちょっとちっちゃいお家ができましたね。ふんふんふん。ちっちゃいお家ができました。真ん中を折る。真ん中を折る。はい。で、この斜めの線の谷折り。谷折り。あ、難易度高くなってる。なるほど。なるほど。はい、できたよ。はい、できた。次はどうするかな。パーツが完成。パーツ。同じものを、なるほどね。やっと作ると。作りました。わかるの覚えてるかなよし、やっと作るぞ。なるほどね。上級は組み合わせが大変ってことなのか。なるほど。結構手間がかかりますね。うんうん。こんなにいっぱいの折り紙を組み合わせて作ったの初めてです。いや、私も初めてかも。やつ、ゆうこちゃん折るの早い。やったー。こういう地味な作業大好き。黙々とやっちゃう。黙々とやる作業大好き。はい、ではこの同じものを8つ作りましたね。いっぱいあります。いっぱいあります。ちょっと折るの大変だったね。大変。
続き頑張っていきたいと思います。はい、左は開く。右は開かない。おお。はいはいはい。紫の間に。紫の間に。ここね。入れる。はいはい。挟み込む感じ。ああはい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 。ここを少しだけ飛び出るようになってるなってる。うん。内側に、ね、内側に折る内側に折ります。へぇあ、動く、すごいすごい、あらこれは、あ、こうやって繋がっていくのかな、どんどん飛び出てるところを内側に折っていく。これを繰り返していきます。じゃあ、とりあえず、へぇ繰り返しますか。すごい。よいしょ。じゃーん。絵になりました。絵になった。すごい。少々お待ちください。かわいい。できましたー。できたー。かわいい。いや、難しかった。え？なんだよ、本当にね。えって言っちゃった。できます。え、すごい、すごい、すごい。こうか、あ、できた、できた、できた、すごい、最後持つ、できた、すごい、動くのすごい、ちょっと達成感がこんなちっちゃい折り紙にこんな達成感があると思わなかった。はい、では点検手裏剣上級完成しました。よし、じゃん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 、以上、変形手裏剣作りました。皆さんも作ってみてくださいね。はい、ではこの動画が良かったなと思っていただいた方はチャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いします。はい、では、はい、今日はここまで。それではアスタラビスタ、ニンニン。